practice, practice. Pas de guise d'un pédio, pas de guise.
今日集まり悪いっすね、先生。はいはい、聞こえてます。後ろに大場がいる。僕の大好きな大場くんです。歌ってるやつ。続々、今日は成果発表会なので、Facebook ライブに今設定を、して多分そろそろ配信が始まってるはずです。なので、顔が映りたくない学生は、適宜顔を隠してもらってもいいし、発表の時だけは、発表のスライドは、適宜、画面共有してください、はい、おと言ったらモニターの顔が消えた。続々、まだ、まあでも一応53分も結構、ね、みんなハッカソンギリギリなんとかしてるって、スラックが動いてるな、はい、じゃないですか。よし、よし、じゃあちょっとまず。はい、ということで、4時50分過ぎましたので、古橋ゼミを始めつつ、あ、ちょっと待ってね、続々また、ズームに参加者が、よいしょ。今、これで大体、承認したかな。ゼミの時間になりましたので、今日は、ハッカソンの、オンラインハッカソンの成果発表会という形で、月に1回ですけども、成果発表の特稿だけは公開で、Facebook ライブにも中継を始めています。はい。で、そういう意味で言うと、顔とか出したくない人は、
その辺ちょっと考えて自分で設定してください、はい、よしよし、もうあとはいいかな。喋り始めると意外に、参加希望者のチェックがおろそかになっちゃうので、何かあったらあのチャットとか声かけてもらえれば対応します、はい、で、早速ですけど、オンラインハッカソンが、4月やったので5月2回目ですね、はい、で各チームごとに分かれて、今回1週間という幅を持たせて、テーマ設定された内容をクリアしていくということでやってきました。でちょっとじゃあ古橋の、画面共有からいこうかな。よいしょ。あ、そうか。ちょっと待ってね。古橋研究室のページに共有したけど、ちょっとその URL をまたシェアしておこう。ちょっとだけお待ちを。一人で全部やるとね、結構大変で。古橋のアカウントでこれでシェアして、オンラインハッカソン。よし。ポチッとなっ。はい、これでいいかな。これで Facebook にも行ったから。では、画面共有して、今回のハッカソンの、課題をちょっと共有していきましょうか。GitHub の、古橋ラボの、リードミーの一周にオンラインハッカソン2020第2回目。今日の、発表は、まあ、順番はちょっと後で、決めましょうか。今回、作業した内容に関しては、全部で7チームだっけ？結構多かったです。前回より増えたね。一つ目がマップスワイプ班。マップスワイプの、特にウェブサイトの日本語化をするっていうところですね。あと、デイリーポータル Z の、記事を、いろいろ調べるというのが2番目。で、3番目が、まあ、ドローン部中心に里山ガーデン、横浜の里山ガーデンで撮影した映像を元に、撮影自体はドローンバードのチームがやりましたけども、そのデータを使って編集して作品作るっていうところ。あと、4番目がガチャムックですね。ガチャピムックのドローンワークショップの、新しい提案をするということ。あと、マップボックスの、特に、新しいドキュメントの日本語化の部分でちょっとお手伝いをしたというところ。で、あと、5月末に予定しているスペースアップ、NASA のスペースアップスチャレンジの、まあ、ちょっと準備というか、下調べも含めて、それに向けて、フラッシュ研究室からどういうふうに参加するかというところで、作業をしてもらったということ。で、グラレコはですね、地理の、教科書の内容を、教材のグラレコ化をしていくということ。で、最後に、GitHub の、レポジトリで公開している高校ですね、2022年度ですね、2022年度から、開始予定の高校の、学習指導要領、新しい学習指導要領の、中身が、PDF では公開されてるけど、文字起こしがされてないというか、使いにくい状態なので、それを GitHub でマークダウンで変換していくという作業をやるチームがいました。まあ、こんな感じのチームが、この1週間でどこまで、成果できたかなと、成果が出てきたかを、それぞれ発表してもらいたいと思います。各チームごとに持ち時間は、5分という形で、考えています。で毎回どうしようかなって思うんだけど、順番をさあ決めよう。スラックで、ちょっとスラックで、ザザザッと、スラックに、今、GitHub の一周を貼ったので、また早いもん勝ちしますか。では、早速、成果、
表会の順番決めます。GitHub の異臭にコメントした順とします。コメント、コメントした順に、宣言した、コメントした、主張を、早い順に採用します。こんな感じかな。なので、GitHub の一周にたどり着けてる人は早く対応できる。あえて GitHub にするっていうところで、ちょっといやらしくしてみました。さあ、じゃあ、早い。グラレコチーム1番来た。じゃあ、グラレコチーム確定1番目。はい、次。2番目。そう。来た。まあ、もうなんか、早い者勝ちで、これドローン部ね。ドローン部が、ドローン部ってかあれか。横浜の、里山ガーデンで、まあ、こんな感じで、大場が、これガチャムクですね。ガチャムクチーム3番手、リト、横井はどこだっけ、横井どこだ、リト横井が、4番手ってことですね。で、次、デイリーポータル Z。で、1個ずつずれて、福荷があれか、マップスワイプ。まあ、こんな感じで、ちょっとこの辺は、修正していきましょう。なので、基本、まあ、大体みんな、あれですね。主張通りの順、まあ、順番通りになってる感じですね。はい。じゃあ、平沢がグラレコを一番最初に書いたので、平沢が発表準備を進めてもらえればいいかなと思います。こっちの、ズームの共有を切ります。一旦画面共有を切ります。先生、これは自分の画面を共有する感じですか？そうです。自分の画面共有してもらえればいいです。で、タイム、カウントはこっちのスマホの方でやるので、古橋の。なるほど、なるほど。映すようにします。これで見るか。はーい。はーい。よいしょ。ちょっと待ってください。じゃあ画面共有します。はいはい。OK。見えてますかね。見えてます。あと、プレゼンの資料の方に。あ、それは、ちょっと待ってください。これ、すげえ邪魔だな。今、メディウムは見てる。はい、これですね。はい。じゃあ、それでスライドショーをオンにしてもらって、プレゼンテーション開始。そうです、なんか僕、あ、はい。OK、あ、ま、はい。心の準備ができたら、カウントします。OK。OK です。はい、じゃあ、いきます。3、2、1、スタート。はい、教材用スライドをグラレコって書いてるんですけど、僕たちのチームは、その、なんか今、あ、やべ、すいません。ここですね。地理教材をグラレコですね。ここです。はい。で、ICT でシェアする地理教材研究会っていうので、なんか今、Google スライドとか、まあ、Google Earth Story とかを使って、まあ、授業されてる先生とかが多いっていうことで、まあ、そういったところで、この、やっぱ、グラレコ、が必要になってくる。なんでかっていうと、こう文字ばかりで分かりにくい 理論とか概念みたいなものをグラレコで表現したり、あとはなんかこう著作権的に結構使えない画像とかも出てくるっていうことをおっしゃってたので、それを僕たちの研究室のこのハッカソンでグラレコして、まあ、こう広く使えるものを使おうっていうのでやりました。で、グラレコ方法としては、iPad でやる人もいるし、まあ、やる人はまあスケッチャーズなどを使用して、まあ、背景に空白部分を使いやすいようにする。理想は多分イラスト屋みたいな感じだと思うんですけど、うんまあ、それもできない人はまあ JPEG、アナログの人はまあ JPEG 化して、まあ、一応白背景ということで、一応アップロードしてもらいました。で、これですね。いくつかの、題材があって、ちょっとそれを見せたいかなと思うんです。まあ、いいかそれは。それはなんかいろいろあったんですけど、この一つ、地理 A っていうところの中の、情報化社会のスライド、通信技術と発展と行動、情報化社会っていうので、こうなんかこう、一つなんかお題を、まあ、一つずつみんながピックアップして、その中にあるスライドとかで、まあ、概念とか、まあ、ちょっと画像と使用したものをグラレコするっていう感じでやりました。で、これが古橋先生が書いてくれたものと、古橋先生の娘さんが書いてくれたものです。うまいですよね。他にも、上げたものっていうのは今現時点では Google ドライブで共有しているっていう感じで、これです。多分ここら辺は早崎が作ってくれたやつなんですけど、こういうふうだと、こうなんか、
やすとやみたいに、こう本当に後ろも何もなく、こう画像としてだけで使えるものがありますね。僕はアナログでやったんで、こうはできなかったんですけど、これが全体としての感じですね。こう、ちょっとライセンス的に微妙な、使っていいかっていうキャラクターが、確かに。感じだけど、まあ、マリオはマリオじゃない、マリオっぽいやつなんで、多分。マリオとは言わないわけだね。そうです、マリオっぽい。家の生えた赤い帽子をかぶったおじさんがいるっていうことね。そうです。はい。テストやりました。で、一応これで終了なんですけど、その時間が余ってるので、まあ、これは皆さんいろいろ絵の上手い人がやってくれたものなんですけど、その一番僕が下手くそなので、とりあえずこんなやつもいるよっていう意味で、ちょっとグラレコの難易度を下げる意味で、僕が作ったものを一回紹介しようかなと思います。僕は世界の気候というものを担当したんですけど、これが僕の限界でした。これは赤土を表現したかったんですけど、なるほどね。ギリギリ、なんか、このスキャンしたら茶色っぽくなっちゃって、なんかこういうこともあるんだなっていう、まあ勉強ですよね。で、これはなんか、こう、標高によって地形が違うよみたいなところも、これ表現したかったんですけど、色がなんか結構スキャンすると、変わっちゃうので、こうなんか人が使うようなやつ、とかアナログでデジタル使うやつは、なんかこう、デジタルで描いた方が、こういいのかなと思いました。やっぱこうアナログで描く色とデジタルでスキャンしたときに映る色って結構違うので、そうだね、そこは意識した方が、まあ、もし今後やるならいいのかなって自分は感じました。で、まあ一番ひどいのがこれなんですけど、いろいろなんかこれはまあ失敗したんであげようかなんですけど、縦なんかこう寒いところってこう地面に家が密接してるわけじゃなくて、こう縦床式になってるっていう風になって、それを表現したかったんですけど。まあ、これが僕の限界でした。っていう感じですね。そうひょっとして、まあ、この図、あのメディウムにも書いたんですけど、やはりその概念をこう絵にするってすごく難しくて、何かこう一つで表現するんじゃなくて、こういうふうに草とか使ったり、まあ、マリオとかもそうなんですけど、こう絵を組み合わせて何かこう使えればいいのかなっていうふうに思いました。ここからは以上です。はい、まあ、ほぼ10秒前ぐらいですけど、はい、了解です。とりあえずでも、まあ、なんとか、まあ、まず1週間でもちろん完璧なところまでいかないと思う中で、結構背景の透明化をしてたりとか、Google ドライブ使って、そのあたりの共有がきちんとできつつあるっていうところで、まあ、ここはちょっともうちょい時間かけて整理していけばいいのかなというふうに思いました。あと、あれだな、まあ、さっきのこう自分なりにまだうまくいってないところがあるっていうところだと思うんだけど、やっぱり学校の先生だって絵の苦手な先生たくさんいるっていうところ で、うん、でやっぱりそれなりに得意な学生に、まあ、こうやって描いてもらうっていうことの使い勝手は良くなるかもしれないけども、実は絵が苦手だけどこう概念を理解するっていうのはこう絵は苦手でも得意とする人とか先生といるわけで、うん、そこのこう概念をうまく伝えるというかシンプルに表現するっていうところで、なんていうのかな、例えば今の、スライドでスライドというか Google ドライブで見るとイメージ6の段、その多分河岸段階を表現して、あ、消えちゃった、あ、どうですか、これこっちですか、さっきの、それ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 の、そう、河岸段階、そう、イメージ6って書いてあるところ、あ、これそれそれそれ、うん、だと思うんだけど、まあシンプルに書きすぎててんっていう、ちょっとこれ V 字何を意味する、なんか何を意味するのか、まず、多分あのファイル名にちゃんと書いておくとまた表現って変わってくると思うんだけど、あ、のそのカードだとやっぱり蛇行してるからちょっとこう S 字にカーブしてないとおかしいし、例えばね、で多分ランタンになってるから河岸段丘的なものを表現しようとしてるんだと思うんだけど、やっぱりそれってまだ見るとなんか違和感を感じちゃう表現、そこってやっぱりある程度作ってはまたブラッシュアップしてっていう、その理解している人と絵を描く人とのコミュニケーションが多分大事なので、それはやっぱりそのこうサイクルを回していく必要があるんじゃないかなと思う、うん、そうですね、そこはなんかうまく立ち位置を変えながら、やっていく必要があるのかなっていうのと、あと一つイラストやってやっぱりこれの先を行ってるというか、でライセンスも自由だし、日本で使われてるだけじゃなくて今マスクの絵がこう
イラスト屋には結構充実してるんだけど、うん、あのマスクのイラストが充実しているイラスト屋のコンテンツが結構 COVID-19 で世界中に広がってて、アジアだけじゃなくてヨーロッパとかあのアメリカでもなんかイラス街中でイラスト屋の絵を見るみたいな、そういう、はい、ノーマスクなんだっけ、ノーエントリーでしたっけ、うんうん、なんかノーマスクノーエントリーみたいなやつですよね。そうそうそう、ノーマスクノーエントリー、そうそう、とか、ね、ニュースになってるぐらいで、やっぱああいう形までなっていくっていうのはやっぱすごいなと思いつつ、あそこまで行くのにイラスト屋なりの工夫があって、まあ、絵のタッチ もちろん多分一人でやってると思うんだけど、ああいう絵のタッチの統一性とかね、マップボックスの、アレックスとかと話をした時に、なんでマップボックスのイラストって全体のデザインは複数人でイラスト描いてるにしても、なんでデザインが統一されてるのみたいな話をしたら、ちゃんとこういうガイドライン作ってさ、みたいな形で、やっぱり次のステップとして、それぞれの得意分野としての、表現とプロの、意見をもらって修正するっていうこと、プラス、どうやってこの、絵のタッチとか表現を、まあ、寄せていくか、似せていくかっていうところは、結構難しいところだけど、逆にそれがうまくいけば、結構現実的に使われていくようになるんだろうなというふうに思って。ああ、なるほど。まあ、その辺、まず課題をやってみて課題を作って、で次のステップで、またこう新しいものになっていくのかなっていうのはすごく、ちょっと今回やってみて、まずこの様子を見たいなっていうところの中では、まあ、割と次のやるべきことが見えてきたかなというふうに思います。他なんかグラレコ部からとか、他の学生から質問とかあれば、コメントどうですか？なんか、あ、いいですか。グラレコ部からなんですけど、はい、なんだっけ、ですね、この一応もスライドとして出来上がってて、うん、どの部分なんだろう、一応グラリコとして描くべきなのかイラストとして描くべきなのかですごい悩んで、うん、わかる結構しかも写真も多かったじゃん、写真も多いし、で図もあるし、うんうんうん、で、まあ、ある程度ウィキペディアとかそのクリエイティブコモンズライセンスとして互換性のあるものを持ってきて、あと Google Earth のスクリーンショットみたいな形になるけど、うんうん、ね、そこの部分でどこを、まあ、イラスト化したら使いやすいのかっていうのはやっぱり正直僕らもよくまだ分かってないけど、今のまんまだとまだあれを高校生が見て見やすいとは思えるコンテンツにはまだなってないっていうのも多分分かると思うので、うん、そのあたりはどうしたらいいのかっていうことも含めて多分一回この叩き台を見て、だったらこういう絵を、まあ、描いてほしいっていうリクエストが来るかもしれないし、で全てを、まあ、古橋ゼミがやらなくてもやっぱりグラリコをやってる人たちで今増えてきてるはずで、その中でみんながこう持ち寄ってこういうコンテンツを必要としてんだなみたいな、なんていうのかな、タスキングマネージャー的な感じ、こういうコンテンツ募集みたいなのが出る、リクエストが出るとああ書きますみたいな感じで書いて、それがどんどん反映されていくみたいな、そういうこうプロセスを作っていくことの方が大事なんじゃないかなと思って。あ、わかりました。うん、なんかやっぱり一発でね、あの作者の先生が納得するものには当然いかないけど、作る書く側も書く側でどう書いたらいいか悩むみたいな、まあ、そこの次コミュニケーションを取っていくっていうステップになるんじゃないかなと思うな。わかりました。あとやっぱりちょっと俺もその iPad Pro がやってきて Apple Pencil 使って、で面白いなと思いつつ、ね、やっぱりなかなか短時間で描くって難しいなと思いながらも、そのこれってあえてイラストじゃなくてグラレコって表現してるのは、やっぱりグラレコって短時間でパパッと描くっていうことが大事で、いくらでも描き込めばイラストでとしてしっかりできるんだけど、そこを最低限の要素で効率よくバン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 量産できるようなグラレコなりのやり方っていうものがハマっていけば結構面白いものができるんじゃないかなとは思ってます。なるほど。ちょっとそこは、うん、なんかそういう、こう、今度、議論の場を作るっていうのは必要なのかもしれないね。結構、高校の先生たちも、ズームで、ミーティングを不定期でやってるので、ちょっとその辺グラレコ、まあ、月に1回のハッカソンとはまた別に、グラレコ部として、ちょっと、たまにそこに参加してもらって、ディスカッションしてもらうみたいな形がいいかもしれない。わかりました。ありがとうございます。はい。他、どうですかね。さそう、はい、OK、じゃあグラレコ部ここまでということで、はい、あとで、うん、ミディウムにも全部貼ってくれてると思うんで、あとでそれも研究室の SNS に了解します。なので多分 Facebook で見てる人とかは、あとで、適宜、まあ、誰か
れかな、秘書の中尾が見てると思うから、中尾がきっとメディウムから、URL を、Facebook の古橋ラボのページのコメントとかにどんどん追加してくれる気がするので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。ありがとうございました。はい。で、次は、ドローンです。里山ガーデンお願いします。里山ガーデン、はい。ちょっと待って、背景変えてからやろ、お前。ダメですか、これ。それ背景なんか今あるから。本人からクレームが入った。悪意を感じるもん。じゃあ、こっちに変えてきます。フェアユースじゃないってことね。いや、スキューバーじゃないから、お前。俺も楽曲勝手に使ってるから何とも言えないんだけど、ね、まあ、あれ、まあ、自分で歌ってるから、自分でか、あれ、ゆるが当たってるんだよ、確か。まあいいや。さあ、で、画面共有はまだかな？あ、画面共有、はい。はい、画面共有待ちです。あと、あれだ。ね、はい。OK、見えてます。では、はい、ドローン部から発表開始します。いきます。3、2、1、スタート。はい。まあ、一応これ発表資料よりもメディウムにすべて書き込んだような状態であるんで、まあ、そっちのを見てもらった方が詳しく分かるかなというような形にはなるんですけども、はい。はい、僕たちドローン部は、あの、里山ガーデンって、まあ、横浜にある、まあ、はい、そういう、はい、映像コンテストがありまして、で今回里山ガーデンのプロモーションビデオの、はい、プロモーションビデオのコンテストに、はい、応募するっていう形でドローンが決定しました。で、まあ、その今回のこのコンテストの経緯としましては、もともとその里山ガーデンで春と秋に年に1回フェスティバルが行われる形になるんですけども、今年はあのコロナの影響でできなかったっていうので、コードフォー横浜さんがテクノロジーの力で里山ガーデン PR したいっていう思いがベースとなっているっていう形で、はい、今回のコンテスト始まりました。で、里山ガーデンの魅力としましては、まず広大な敷地内に本当に花が一面咲いているっていうことと、全体できるスポットがあったり、あとは本当に散歩とかしてるだけ楽しいって言われるぐらい、もういろいろなもう多種多様なお花があったり、あとはもう本当に散歩コースであったりいろいろあるっていうのが里山ガーデンの魅力なのかなというふうに私たちは捉えました。で、応募方法としまして映像作品を作成して SNS に投稿、そして応募フォームからエントリーするというような形になるんですけども、今回の映像作品を作成するにあたって、コードフォー横浜さんと、あとうちの教授のドローンバードとかが提供している映像作品がありましたので、そちらの方を利用して映像作品を作成するというような形になります。で、コンセプト、自分たちはまずコンセプトとしたのは、視野を超越っていうところで書いてあるんですけれども、まあ、本当にこれは人間の視野を超えたような動画を実際撮ることができるんじゃないかっていうような形で視野を超越ってことと、あともう一つ動画だからこそ誰もどこでも視聴できるってところを、はい、メインポイントでやりました。で、やっぱりその、広大な ところがあるんですけども、やっぱり人間の視点からだと全体を見渡すことができないっていうので、上から空を見たら本当にいろんな花が広がっているっていうところが分かったり、そういうところでやっぱり上から入れる要素も必要かなというふうに私たちは捉えました。あとはまあ下の方はこれも視聴できるって形になってるんですけども、本当に高齢者とかなかなか外に歩きに行くのが難しい方々とかでも実際動画を見てできるような作品を作りたいっていうような形になります。で、編集としましては、その映像に抑揚を加えたり、あとはそのドローンの高低差とか文字数を限定させるとか、いろいろいろんな手法があったんですけども、まあ、吉田曰く、ドローンの高低差とかスピードを変えることによって映像に抑揚を加えることができると。あともう一つ、本当に素材が私たちが使いたい、コンセプトに沿うような素材が少なかったっていうところが問題でありましたので、本当に文字数とかを限定して、里山ガーデン魅力、映像で訴えかけるっていうところを、はい、彼女は意識したというふうにおっしゃっております。で、編集ソフトとしましては iMovie とあとダビンチリサルブを使ってるって形になるんですけども、 iMovie としましてはシンプルな映像作品に適している、
で、あとは情報加算とかにはすごい不向き、まあ、シンプルな動画を作るのにはすごい適しているという形に IMV になります。もう一つのダヴィンチリサルブに関しましては豊富なテキストがあるっていうので、iMovie は本当に文字とか入れるのがすごい難しいところがあるんですけども、このダヴィンチリサルブを使えばいろんな言葉を入れることができる。あとは本当に情報量が多いときにすごい有効活用ができるというところがありまして、その映像とかあまり重くなりにくいというところがダヴィンチリサルブの特徴かなと思います。で、今回撮影したよ、撮影したものを編集するにあたって課題点がいくつか見つかったというふうにあるんですけども、ゆっくりとした撮影をしないとやっぱり映像とかの解像度とかすごい低くなってしまうっていうので画質が追いつかない。で、人物の動かし方も本当にそこがセンシティブな部分なので少しの動きでいっぱい揺れてしまうっていうのがあるので、ここら辺もゆっくり動かしていく、あとは本当にそれを2つを踏まえた上で滑らかさっていうのが芽生えてくるのかなというふうに思っております。で、僕たちは YouTube にこれ今回動画を上げておりますので、こちらの方で見ていただければ分かります。で、はい、こんな形で発表終わるんですけども、すべてあとは、メディウムの方を見ていただければ書いてあるので、そちらの方をご覧いただければと思います。ではご清聴ありがとうございました。はい、4位5分以内にちょっと動画だけカクカクしてると思うけど、雰囲気ちょっと見せてもらっていい？ YouTube の動画を。はい、まあ、こんな感じで、ね、なるほど。全体で何分ぐらい？1分43秒に今回まとめました。なるほど。音ないんだ。今これは聞いてはいるけど、ズーム越しには聞こえてないって感じ？あ、僕今イヤホンで語りかけてるんで。なるほど。まあまあ、あとでじゃあそれは見るっていう形で。大体、なるほどね。割とだから、はい、特に言葉を重ねるわけじゃなく、カット割り、さっきの、まあ、強弱というか緩急をつけてるって感じなのかな。めっちゃ綺麗だですね、うん、なるほど。で、やっぱりその今回使用している機材とかもいろんな機材使っていたと思うんで、うん、やっぱりその解像度とかがやっぱ動画の中で分かれてきてしまうっていうのが一つの、まあ、問題点かなっていうのもありましたので、やっぱそちらの方とかは今後作品撮影を撮っていくときには意識していかなきゃいけない部分なのかなと思います。なるほど。実際に自分たちで、おお、最後こんな感じするので、これはスクリーンショット撮って画面をに埋めてったって感じか。うん、もう下が、うん、はい。あ、そこら辺が分かって、素材として画像が出てるんでそれを埋め込みました。なるほど。うん、もうこれで完成形、それともまだちょっとブラッシュアップする予定？ちょっと納得いってない部分があったりするんで、なるほど、OK です。もしかしたら長めに作ったり、うん、いろいろやったりしようかなとは思ってはいます。了解です。じゃあまあまあドロンブ、今回ほぼドロンブだと思うんだけど、ドロンブとしてちょっとこの続きは検討していくって感じ。持ち帰りってなことになります。はい、了解です。じゃああとはちょっとメディアムに貼った YouTube のリンク見て、あの感想もコメントして。メディアムに全て買ってある、うん、ありますし、あとまあ一応今回ハッカソンって形だったんで、一応フォームで投稿しないと形にならないかなと思ったので、うんうんうん、はい、どんな作り方したか。投稿だけでもしっかりする、うんうん、はい。ダヴィンチリゾルブって無料で使えるもん、有料だっけ？一応無料で、あのなんか限定的にはなるんですけど、有料すると全部の機能が使えますよっていうやつなんですよ。で、一応ぼかしとかもそのないんで、使いやすいっちゃ使いやすいんですけど、私のパソコンのスペックがあんまり良くないんで、なるほど、ちょっとカクカクしながら作業はしました。さっきの画像、花の写真を載っけたのはダヴィンチリゾルブでやった。リゾル、はい、そうです。なるほど、了解です。はい、じゃあ OK です。お疲れ様でした。ありがとうございました。実際あれだね、あとはまああのつなぎで、ドローン部として今度撮影する側に今度回っていくっていうことも意識して、これ今のような映像を自分たちで撮れるかどうかっていうところかな。はい、どう、まああの前のね、前回のハッカソンもそうだけど、どういう構図で全部さっきのこう撮影パターンの
手法を全部名前で呼べるかどうかみたいなところも含めてね。じゃあ次、順番としてはオーバーだからガチャムクか。ガチャムクチーム。画面共有します。はい。今されてますかね。見えてます。メディウムが今見えてます。了解です。じゃあちょっと発表を始めていきたいと思います。はい、で僕らもちょっと成果物で動画を作ったので、ちょっとあまり喋る時間よりかその動画を見る時間に使えればなと思ってます。で、まず、3年生は知ってる人少ないかもしれないんですけど、ガチャムクのシールが貼ってあるでいいんですかね、先生。シールで、まあ、ガチャピムクと研究者コラボしてるって言った方がいい。っていうドローンがあるんですけれども、後でちょっと画像出てくるんですけど、それをいつも、防災訓練とかの時に子どもたちに飛ばしたりしてもらっているので、ただ飛ばしてもらうだけではなくて、防災についてもうちょっと知ってもらうきっかけとしてこのドローンを使えないかなみたいなところで話が始まってます。で実際に僕とアンボが、狛江市の防災訓練に行った時もただ飛ばしてもらっただけみたいな経験になってしまったので、そこを改善できればなというふうに考えました。で、まず現状として、ドローンバードの取り組みを説明する、動画っていうのが、あの古橋先生チックなキャラクターが出てくる動画があるんですけれども、まあ、全体的にすごくうまくまとまっているんですけれども、どうしてもテンポが速かったりとか説明が大人向きっていうところで、あれだけを子どもたちに見せたところで、あの深く学びにつながらないというか、あの理解しづらい部分があるというふうに考えたので、僕らはこの動画を見せる前に、子どもたちにワークショップが提供できればなと思って今回、作ってみました。で、これがワークショップは実際にリアルでやった方がいいかなと思ってるんですけど、どういう感じっていうのを、作ってみたので、ガチャピンムックの防災トレーナー、声聞こえ聞こえ OK です。よろしくね今日はみんなで防災について勉強していきたいと思います。準備はいかがかな。いや、まあ、ちょっとくだらないようにしことを喋ってる、こういうノリで、はい、イエーイ大きな地震に備えて、結構流れとしてはこういう感じでクイズを入れたりとかして、うん、あの子どもたちに学んでもらいつつ、最初は大きい防災っていう枠組みでクイズを出すんですけど、途中でこの辺かな、ガチャピンとムックの友達である、ガーとムっていうキャラクターに登場してもらいつつ、彼らがしていたと、はい彼らが住んでる町で大きな地震が起きてしまいましたみたいな。で、みんなだったらどうやって助けに行くみたいなところで、ストーリー仕立てで今回作ってみました。必要なものは何かな？ブイかな？お水かな？それとも、乾パンかな？ああ、でもライトかな？どれも地震の時は大切なものだね。でも、どうやって二人のいる場所まで行けるかな？で結構で伝えたいところって、いつも通ってる道が震災によって通れなくなってしまうよねみたいなところも、あのこういう感じでクイズにして分かりやすく説明できればなと思って今回作ってます。で、普段使っている地図が、使えないので、新しい地図が作る必要が、あるっていうところまで、このワークショップで理解をしてもらいつつ、最後に、これがガチャムクのドローンなんですけど、これをみんなで飛ばす前に、なんでドローンが地図作りにおいて必要なのかっていうのを、この古橋研究ドローンバードの動画で学んでいただければなと思っています。で今回はこういう感じの簡単な感じで、終わってしまったんですけど、まあ、次回機会があればもうちょっとその体験のところ、ドローンを体験する機会ももうちょっと楽しく学べるというか、例えば、建物の模型があってそこにガチャムクの人形とかが置いてあって、そこ彼らを助けに行くみたいなところまでストーリーでできればなと思って、終わったっていうところです。僕らの発表は以上になります。なるほど、おい、みんな1分弱ぐらいの余裕を持たせてやってるな。はい、コメントとして、逆にこれを現実に運用したときに一つ課題があって、結構やっぱりドローンのワークショップってものすごい人気で、子供がずらっと並んじゃうので、
その一人当たりの時間ってすごく短くなっちゃうから効率よくこう回転させないといけない、うん、でそれどうしたらいいのかっていうところで多分方法としてはグループワークみたいな形で集団で同じこうワークショップをさせて、まあ、10人とか20人とかまとめて終わりみたいな形ができれば理想的なんだけどなかなかそう現状はやっぱり飛ばすことで精一杯でもう1人飛ばし1分とか2分飛ばして次の人次の人っていう形でもう回していかないととにかくさばききれないっていうのが課題としてはあるんだけどそこって今のやり方は確かに本当はやりたいっていうところができてないんだけど今のやり方を踏まえつつも大人数をさばく方法そこまでできると多分現場で本当に使えるでその辺でなんかちょっと思ったのは、はい、なんか今本当に狛江の時もそうだったんですけどいつでも並べる感じじゃないですか、うんうんまあ、なんで例えば1時間ごととかに時間を決めたりとかした方がなんかやりやすいのかなとは思ったんですけどでも予約制にしても結局1時間あたりにこうとか30分ごとに区切ってもその間にできる数って限られていて、うん、で多いと本当に100人とか来ちゃったりするっていう状態で、うん、1時間以内に1時間で100人とかって来られても結構やっぱりそこさばききれなかったりする、うん、でそこをどういうふうにさっきの、2人を探しに行くっていうプロセスの中で共同作業的な形で何かやれば1人でやるんじゃなくて2人になるだけで時間が半分になるわけなのでその作業効率をどこまで上げられるのかっていうところまで切り込んでくれると本当に多分それこそフジテレビの人と調整しながら、今年はこんな感じで、まあ、今年の、ね、新型コロナの状況多分どういう形でワークショップやるのかもまた去年と様子が変わってくるかもしれないけども防災訓練も含めて、まあ、やるべき出番はたくさんこれから出てくるので、そのあたりの部分まで改良されると、まあ、すごく現実味が帯びるというかありがたいなと思うんだけどあとテロじゃないですかガチャピンムックの今ね、うん、あとカメラが固定されてるんで実際に下向きで写真を撮ってもらうっていうところまでやりたいなってちょっと作ってでねもう今年のワークショップはそういう意味で言うとマビックミニを前提にやっぱりしていきたいというふうに思っていてでガチャピンムックはのシールはオフィシャルにはまだないのでそこをどうするかっていう簡易的にも一番最初の年って本当に手作りで紙でシールっぽく作って貼ってたんだけどペタペタと。まあ、そういう形のものか、まあ、あとそのテロ用に作ってくれたダイヤサービスさんと調整しながらっていう形で、もしかしたらそこも、まあできるかもしれないし、ちょっとそこは要調整かなと。なので、いずれにしても、マビックミニを前提に今年のワークショップをやりたいなと思っていて、そこの中でガチャムックをどう使っていくのかっていうところも含めて、まあ、テロ、はむしろやっぱ予備機というかサブ機にもしていきたいなというふうに思っています。他なんか質問とか、他のメンバーとか。大丈夫。はい、なので、まあ、3年生は、古橋ゼミはガチャピンムックといろいろコラボしているので、秋になるといろんなイベントに、みんな駆り出されます。で場合によってはガチャピンムックと一緒にドローン飛ばすっていう経験もすると思います。はい、ユルがあのガチャピンの着ぐるみの中に入りたいって言ってたんで。ガチャピンは着ぐるみじゃないから。ちゃんとガチャピンだから。中の人なんかいないから。ちょっと待って、今2人、はい、ユルが来た。ユルと、あ、ユナが来た。OG 参加だ。卒業生。いやなんかユーナが、うん、なんだっけユーナとサウナの話してるよって言ったらからサウナの時だけやればって言ってサウナタイミングでフラッシュ先生に言っとくわって言ったんですけど言ったら今日来たはい、はい、あそうだからさっき話してたんですよこのゼミ前電話でまあ全然はいあの OBOG ウェルカムなので OK はいじゃあひとまずこの続きってやるつもりかどうかってとこ聞きたいな。アンリミにお渡しをする。アンリミになるほどね。イベント系に。おお、じゃあ逆にアンリミも手伝ってくれる。お、じゃそれは期待しちゃうな。はい。後輩が苦笑いしてそうだけど。はい。苦笑いどころかもミュートしまくってますよ。まあでもガチャムクとね、こんなにリアルにというか、なんかガチャムク今本当にドローン飛ばせるんだけど、それを教えたの古橋ゼミだから。
そこは自信持って。じゃあ、ガチャピンの YouTube に早く出てくださいよ。一応、あ、じゃあ今度今日、あれだ、ガチャムクからのメッセージを今度共有するよ。古橋県にメッセージが来てたりする。はい。じゃあ、次行きましょうか。次は、ガチャムク終わって、横井。準備を。はい、ゆるから、はいはい、横へ準備してください、はい、画面共有してゆるがチャットでもう流したって黒歴史はいはい、まあまあまあ、あのキャラは立ってたな、あのデモ的にはありなので、あのままフジテレビに送っちゃっていいの？いや、それはちょっと俺がゆるのせた、みんなにしか見られないから大丈夫だよって言ってやらせて、まあ、Facebook ライブで中継しちゃってるけどね、まあもしかしたらもう Facebook 系で、あの中のフジテレビの中の人たちがどれどれって見てるかもしれないけど OK、 あ、よっこいの画面が見えてます。今プレゼン PDF の、スピーカーデックのページが見えて、なんか途中のページになってる感じで、すいません、はいはいはい、じゃあちょっと待って、ちょっと待って、カウンターを、はい、じゃあ行きます、 3,2,1 スタート。はい、まあ、私たちの班はもうタイトル通り魔学団を学ぶ会ということなんですけど、まあ、何をやったかというと高校学習指導要領解説の地理歴史編というものを、まあ、これが文部科学省のホームページに PDF で貼ってあるんですけど、それを GitHub 上にコピペして、それを、まあ、見やすくマークダウン方式でまとめて編集するという感じですね。で、まあ、すごい内容が多くて、PDF が374枚分あったんですよ。で、それをマークダウン方式に、なんていうの、アップロードしたら、これが1万5000行割って、で、メンバーが3人だけあったので、1人5000行を、そう、あのマークダウン方式で編集というかエディットするという作業でした。大変だったです。はい、でもあれだね、一昨日ぐらいに必死にやってたよね。そうです、一昨日ぐらいから、ね、みんなやばいって言いながらやってました。、はい、で、まあ、事件が2つあってですね、で、まあ、まずマークダウンってどうやるのって感じになって、でマークダウンをまずマークダウンってことを調べて、マークダウンっていうのは、まあ、説明するとまあ、メールを記述するときのように書きやすくて読みやすい、プレーンテキストを見栄えのある HTML 文章に変換する、まあ、フォーマットだそうです。で、2つ目が、はい、変更が反映されてなかったんですね。今まで大量に、PDF ファイルから、エディットしたマークダウンが、古橋先生のところに反映されてなかったっていう悲しい。GitHub上のレポジトリに反映されてなかった。あ、そうそうです、そうです、そうです。で、これは、まあ、結果的にはプルリクエストが承認されてない可能性があったってことですね。プルリクエストされてなかったね、そもそも。されてなかった。はい。プルリクエストそのものはされてなかった。はい。そう、あ、そうなんですね。GitHub 上のシステム上、あの、フラー先生のマスターからフォークされてないと、プルリクエストを送っても承認してもらわないと、あのフラー先生のマスター上に自分の GitHub で反映されなかったのですかね。ちょっと難しいんですけど、僕はあんまり理解してないんですけど。はいはい、で、まあ、作業を説明しますね。作業は、まず、まあ、一番大事なことは、フラー先生の研究室の GitHub 編集権限をいただかないと、まあ、まず反映されないですね。まあ、最終的にはそれで乗り越えたけど。別にそうじゃなくてもプルリクエストでも解決はできるんだけど、はい、はい、あ、ごめんなさい、はい、で、これはマークダウンの説明ですね。エディットので、段落と開業のやり方です。で、次にこれが、まあ、見出し、まあ、よく使ったやつなんですけど、これ多分見出し逆になってますね。シャープが シャープが多いほどだんだん見出しがちっちゃくなってくるということです。あとは半角スペースを必要ないと反応しない。これはちょっと逆です。
で、あとは箇条書き。箇条書きもよく対応しましたね。まあ、アスタリスクを入れて、そこ半角スペースを入れることで、もっと見やすくなるということ。あ、ちなみに、アスタリスクとあとはね、ハイフンも箇条書きで使えるので。ああ、なるほど。両方とも箇条書きなんだけど、それを組み合わせても大丈夫。わかりました。で、まあ、今回1万5000行のデータをマークダウンで、ちょっと気合と根性で終わったんですけど、まあ、アトムというソフトウェアっていうのかわかんないですけど、痴漢処理をエディターを使うと、もっと簡単な方法があるそうです。で、次回はその使い方ができるようになれば、もっと簡単にこんな時間がかからなくてもできたかなと思います。以上です。はい、もうみんな1分、4分ぐらいで終わるね。はい、じゃあ、あれかな、課題としては次は、痴漢処理も含めた正規表現っていうので、賢く文字処理を行うっていうのは、次のハッカソンとかにテーマにしとこうかな。はい、そうですね。はい、OK。でも逆にそういう、こう、自分たちの中で知らない技術にチャレンジしてみて、見事に砕け散りつつも、なんとかしぶとく、ゴールまでたどり着くって、そういうプロセス、すごい大事なので、はい、でそれをまあ、こういうネタにしてもらいながら、でマークダウンってやっぱり慣れると本当に楽だし、うん、さっきのね、箇条書きなんか俺は、基本アスタリスクで箇条書きするんだけど、アスタリスクで箇条書きしながら、箇条書きの中のやっぱり階層構造化するときに、ハイフンとか組み合わせたりして、人間の目でも見やすくしてたりするんだけど、うん、まあ、その辺のノウハウっていうのって、やっぱりやらないと良さがわからないから、うん、で、あのレポジトリ自体も、古橋以外にももう一人通りがかりの人が、面白そうだから手伝うみたいな形で手伝ってくれてた。あ、そうなんですね。そうそう。そういう形でやっぱり、それはもう本当にプルリクだけ送ってくれて、こんな感じで修正しましたみたいな形でやってくれる。だからそういう、こう、みんなで共同作業しながら、一つのデータをより良くしていくっていうプロセスの流れと、あとは具体的にマークダウンの、処理の仕方、はい、マークダウンの書き方を身になれるっていうことを、はい、まあ、身につけておけば、結構、この先、潰しが効く。で、マークダウンを覚えて一番、便利だなと思っているのは、とにかく余計な装飾とかいらなくて、さっきの見出しとか、あと箇条書きとかっていう最低限の書き方をパッパッパッとワードとか使わないで、ある程度表現できちゃう。で、最終的にワードで欲しい人たちいっぱいいるんだけど、その場合には多分 Google じゃないや、ドロップボックスペーパーっていうのにマークダウンをそのままピッて貼ると、そのままそのマークダウンの中身を理解して整形し直してくれて、そのままドキュメント、ワードのドキュメントファイルとかで保存して出力できたりする。で、そういうことを知っておくと、ほぼほぼ普段の作業ってマークダウンで書いて、で必要なとこだけ最後、必要なフォーマットに合わせて貼り付けエクスポートするみたいな作業ができるし、その貼り付ける先がタスキングマネージャーとかもマークダウン使ってるし、オープンスレマップもマークダウン使ってるし、他のツールでも GitHub もマークダウン使ってるしっていう形で、マークダウンはもういろんなツールに対応しているので、そこの流れをきちんと理解するっていう意味での、経験値の共有はやっぱりすごく大事かなと思っています。他なんかこのチームでなんかコメントとか、もしくは他の周りの人でも、多分古橋ゼミはマークダウンを使わされるってことは多分リードミーで理解してると思うけど、まあ実際がっつり使わされましたって感じだよね。そうです、うん、びっくりしました。質問なんですけど、はいはい、あれ例えばアスタリスクとか、半角かなんか、半角じゃない、何でしたっけ、まあ入れて箇条書きにするじゃないですか、うん、で、あれの時にもう一個ずらした箇条書きにしてできるじゃないですか。他だったら、なかなか森田の声がすごい聞きづらいな。音やばすぎません、これ。やばいね、なんかチャットで書いてくれた方がいいかも。何でしたっけ、これ1の下にある。何も聞こえない森田の。そんなに悪いですか。うん、なんかうわーって感じだった。あれかも、今画面共有してる人が一回画面共有切ったの。ああ、じゃあ切って、そうだ。了解です。じゃあ、はい。森田、喋って。そんな聞こえなかったですかね。いや、うん、今もなかなかクソだわ。ロボットみたいな。ああ、もうチャットで打って、うるさいから。じゃあチャットで打ってくれれば回答します。他、同時並行で、
多分なんかさっき過剰書きのみたいなのが聞こえたから多分その辺の質問だと思うけど、それ以降もう完全にロボット状態で聞こえなかったな。他ズームってこんなに声変になるんだってぐらいになってる、ね、なかなか珍しいよね。でも多分通信環境が厳しいとこうなるんじゃないかな。たまにやっぱり過剰書きの時、はい、読み上げようか。過剰書きの時にどうしたいんだ。チャットのスピードが遅いぞ、遅いぞ。アスタリスクとかで、そこまでなんか聞いた。アスタリスクとかでやるじゃないですか、やるよ。うん、その時に。うぜえ、こいつ。なんかほぼ、このチャット読み上げ、右にずらしたいとき、右にずらしたいというのは階層構造化したいってことなのかな。それともアスタリスクごと、あ、そういうことね。一番左側のところに半角スペース3つだね。で、解決です。はい。はい、OK、ありがとうございます。はい、OK です。まあ、そんな感じで。はい。じゃあ次。なので、今回コミットできてない人がいること前提で、もしコミット何もしてなかった学生は、一人ハッカソンで今回それぞれのチームをやったことの、まあ、残り作業でちょっとお手伝いしてもらおうかなと思っているので、この GitHub の、マークダウンの編集作業、まだまだ大量に仕事が残っているので、いくらでも仕事が作れます。はい、じゃあ、次行きましょうか。横井が行ったから次はデイリーポータル Z チームか。はい、やります。はい、はい、じゃあ画面共有。渡辺。おでん、これもユナか。青木が。はい、はい、じゃあ、画面共有を見えてます。はい、お早いね。いいですか？はい、OK です。はい、じゃあいきます。3、2、1、スタート。はい、デイリーポータルチームです。とりあえず、デイリーポータル Z っていうサイト、面白記事とかネタ、いろんな分野で記事が載ってるサイトなんですけど、そこから面白ジオネタってことで今回、50選持ってきました。で、先週の一人ハッカソンの発表で、一人で20記事持ってくるの結構大変だったみたいな話があったんですけど、苦労したって話で、結論は結構もう分かりきってたと思うんですけど余裕だったっていうのでで一応今回4人でやったんですけど、まあ、一応まあ問題になるとすれば多分被るとか記事が被るとか見つからないとかってなると思ったので、だいたい1人、12から15でちょっと多めに持ってくるっていうことを最初に決めて、でやったら結果的に全然被ったとしても3、4個とかで、全然問題なく進みましたっていうのが一応活動の概要で、全然余るので、デイリーポータル Z のおすすめ記事5選ってことで、50記事の中からちょっと個人的におすすめなのを紹介します。最初がこの iPhone で遊ぼう、地球宝探しゲームっていうこのジオキャッシングっていうアプリ、一回、僕先生の授業で一回やったんですけど、うんうん、やったんですけど、この記事が、2010年とかの記事で、うんうん、そんな昔からあったんだっていうその驚きで選んじゃった。なんか、この iPhone3G すごいなって感じ。でも多分これこの時小学生とかなので、なんか一芸ってこれも多分一芸に入るんだと思うんですけど、はい、まあ、ナイアンティックでポケモン GO とかイングレスのおかげで有名になってきたものの、こんな昔からあるんだってことでちょっと驚きでした、ね。で、次がこれですね、27年前のガイドブックでラーメン屋巡りみたいなので、これなんで選んでかっていうと、なんか最近、まあ、ラーメン屋とか、まあ、レストラン選ぶにしても Google マップとか食べログとかで大体選んじゃうんで、大体星とかで選ぶじゃないですか、うんうん、だからその店のなんだろう歴史とかそういうので選ぶことってほとんどないですよね。でこの記事は、まあ、27年前から続いてる店なら絶対に
美味しいだろうみたいなことで、これ、写真のやつが高田の馬場にあるラーメン屋なのかなみたいな、すごい懐かしい味がしたみたいな書いてありました。で、3つ目がこの路線図をゼロから作り直してデザインを学ぶ授業っていうことで、これが確か千葉大学とかの授業 で、この記事を見てちょっと思ったのが、あのツイッターで地図とかデザインとかっていう、あれね、はい、あ、知ってますか、うん、これ結構好きで、なんか路線図とか自分の独自のデザインで上げてる人がいて、でそれがこの授業でやるのって面白いなと思って、ちょっと受けてみたいなと思ったんです。で選びました。でちょっとネタ的なやつが、飛べ洗濯物干しドローンみたいなやつで、ドローンの下に洗濯物のあのなんかぶら下げるやつをつけて飛ばしたら面白いんじゃねみたいなやつを、この安藤さんっていう人がライターさんがやってて、でちょっと個人的に面白かったのが、なんかこれで日の当たるところに自分で出かけていけるし、雨が降ったら帰ってこられる、プロペラから風で洗濯物が早く乾くかもしれないみたいな、絶対やらないよねみたいな、すごいいい感じにボケてるなっていうところが、個人的にはそのネタとしてこの発想は好きでした。これちなみにガチでその洗濯バサ、洗濯干しそのものがプラットフォームになって、もう ローターだけ端につけてるよね。そうそうです。なのでそのドローンにぶら下げてるんじゃなくて、その洗濯物干し自体がドローンになっちゃったってですね。そうです、そうそう、はい、面白かったですね。で最後がこれですね、わざとラフな地図を書いてもらって道迷う放題みたいな、これもなんか発想としては好きなやつで、まあ、なんか Google マップとか、はい、Google マップとかってもう完璧で、大体大抵の人はもう道迷わないし、本当に方向音痴じゃない限り迷わないと思うんですけど、なんかだからこそあえてこうラフな地図でちょっと道迷いながら行くと、ちょっとゲーム性も出て面白いみたいな記事で、まあ、なんか暇つぶしにこういうのも面白いなと思って選びました。でこれ5個選んだんですけど、あと他に、先週の一人ハッカソンのあのとこに載ってた、20選のとこに載ってたあの地図バー M みたいな、地図バーでしたっけ、はい、地図バー M、 先生がなんか先生ちょろって言ってて、うん、あれもあの個人的に気になってた記事なんですけど、なんかいろいろ載ってて面白かったです。いろいろで、グラレコ、これグラレコです、はい、はい、こんな感じです。あれ集計したの出なかった、出さないの、ライターさんの、あー載せんの忘れてました、ね、おっとそれが出るの、ま、楽しみしてたんで、まあじゃあ、はいはい、了解。えスラックから出していいですか。あ、じゃあいいですよ、はい、でちょっと松なぎで、もうてか1分オーバーしてるし、なのでこの、50選まとめたものをデリーポータル Z の、編集長の林さんとか、まあ、いろんな人が地図ネタとか地理ネタを、ジオネタを書いてるんだけど、そのライターさんにも、報告して、誰が一番このジオネタを書いてるかっていうのを、まあ、学生目線でピックアップした記事の中で、集計を取ってみたっていうやつですね。はい、はい、じゃあ続きどうぞ、はい、見えてますか。見えてます。これですね、今回選んだ記事の中で、ライターさんを集計してそれぞれ何個記事を書いてるかって、多分この右の方を見た方が分かりやすいんですけど、この、読み方分かんないんですけど、あ、三槌さんね、三槌さん、三槌さん、うん、この方10個みたいな感じで、なんか意外と偏ったなって感じで、うん、そうそう、西村正幸さんは5個みたいな感じ、うん、で多分まあ、記事選ぶときにその記事のまあ関連記事みたいなところで、なるほど、してるんです。それで多分かぶったとかもあると思いますし、あとはまあ好みが、自分の好みがこの人の記事だったっていうのもあるかもしれないです。
なるほど。はい。はい、実際もう、三津さんと西村さんと大山さんにも報告してて、はい、三津さんがやったぜみたいな感じで、あのコメントにされてます。まあ、実際ね、三津さんも西村さんも大山さんも、このネタ好きなのですごく記事も多い。はい、はい。はい。なので、はい、まあ、逆に言うと、割と俺は実感として合ってるし、やっぱりこの3人を押さえておけば、大体、他にもね、こう地図ネタ好きなライターさんいっぱいいるっていうのが、デイリーポータル Z の良さで、林さん自体もすごい好きなので、結構、ネタとして、はい、いろいろとこう毎回出してくれてるなと思ってるんですけど、はい、このな、まあ、ピックアップしてもらったものをどう使うかっていうところで、まあ、やっぱり前、例えば三津さんとか西村さんには、地理教育、さっきのグラレコのチームじゃないけど、地理教育の中で地理とか地図ってこういうふうに面白い見方ができるんだよっていうのを紹介するときの題材に、やっぱり子供、特に小学生とか中学生とかって、こういう切り口、すごいつ、あの、なんだ、つかみやすいというか、入り口として本当に分かりやすいっていうところがあるので、割と古橋の授業を組み立てるときも、はい、あのデイリーポータル Z をざっと見ながら、なんかいいネタが転がってないからみたいな感じで見てたんだけど、ちゃんとこう、あの、逆に人数使ってバーッと全部を 見渡すことってあんまりできてなかったので、はい、ちょっとまたその久々にもう一回全部見直してみようかなとも思ってたりしてます。あと、編集長の林さんからのコメントで、やっぱりそのデイリーポータル Z のライターさんたちもなかなか今新型コロナで外で取材ができしにくいので、やっぱり部屋のな家の中で記事を書かざるを得ないんだけど、例えばストリートビュー使ったりとか、こう家の中からでも外に行った気持ちになって記事を書くっていうことって今すごく必要とされてて、昔、はい、結構昔の記事とかも引っかかってきたと思うんだけど、昔自分がどういう興味を持ってどんなあのこういうネタを書いてたんだろうみたいなことをあの見返す時にも、やっぱりあのなんかあのこのタイミングで、まあ、勝手に林さんの許可取らずに勝手にやっちゃったんだけど、作ってくれてよかったみたいな感じのコメントをもらいました。はい、ありがとうございます。以上です。はい、なので、あと一つ良かったのは、このグラフ作るのも Google スプレッドシートでデータもちゃんと共有されているので、この円グラフってやっぱりまだ完璧じゃないので、ちょっと作り変えてもうちょっと見やすい図で、公開したいなと思ってるんだけど、はい、このデータごとちゃんと公開してくれたので、その受け渡しがすごい楽でした。なので、こういうやり方、あのなかなかいいセンスいいなと思ってます。はい。はい。じゃあ、以上、お疲れ様でした。割とじゃあ結構大変かと思って、あ、1個だけ、声だけでいいんだけど、はい、まだあと30個ぐらいいけそう？まあいけると思うんですけど、いけそう。じゃあ100、まあ、50個やった時点でなんか、まあ、3、4個被り始めたので、うんうんうん、まあ、ちょっとこの辺から、まあ、被ってくるのかなって感じ。なるほど。いや、多分この前の20戦と今度の50戦で70まで上がったから、なんかこの勢いで100いけるかなって気になってきた。まあね、誰がやるか別にしても、あと30いけそうだね、じゃあ。はい、はい、了解です。はい。じゃあ次、行きましょうか。次は、ユースマッパーズか。はい。はい。はい。マップスワイプ。はい。画面共有。はい、じゃまだ大丈夫ですか、ね、来た来た大丈夫ですか。はい、見えてます。あと、はい、じゃあ今メディウムが見えてる状態。はい、はい、スライドが、はい、最大化されたで、まだページが、なるほど、タイトル、今タイトル見えた。はい、じゃあ行きます。3、2、1スタート。今回僕たちユースマッパーズ AGU はユースマッパーズ AGU として日頃みんなで活動してるんですけど、このチームで前から やりたいと思ってたプロジェクトがあったので、それに取り組みました。やったのは、マップスワイプの日本語版ページの作成っていうことです。ここら辺に貼ってあるんですけど、すみません。マップスワイプっていう、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、これがマップスワイプになります。皆さんこの間マッピングしたと思うんですけど、そのマッピングする前段階で、建物があるかないかを、スマホでスワイプしながら、建物があるんだったら、例
建物があるっていう方にスワイプしてなかったらノーの方でやるっていうアプリなんですけど、それがあることによってこの間の例えばブラックロック社とのマッパソンとかでもうこれがで最初に絞られてたので活動しやすくなります。これの日本語ページを僕たちは作りたいと思って でやってました。すみません。で、今回のハッカソンの達成目標は GitHub 上で日本語化したウェブページをフォークして、書き換えてプルリクエストが送れるようになるっていうところまでが目標でした。まず最初に習得したことは日本語化したいウェブサイトのフォーク方法ということで、本家の GitHub ページを見つけるっていうので、まず本家の GitHub ページがさっきの、あ、すみません。ここにリンクのセットを見つけて消えちゃいました。マップタイプのページに本家の GitHub のページがあるので、そこからこのフォークっていうボタンを押して、フォーク先を古橋ゼミに設定して、まあ、いわゆるコピーみたいな形で、古橋ゼミの中のページの中で、GitHub 上のページの中で、僕たちは編集してきました。で、ホームページの書き換えってことで、日本語版のページなので JP をつけて、まあ、新しいフォルダを作って、そこで編集を進めていきました。で、一番苦労したのがこの相対パスの追加方法っていうので、まあ、その前にまず GitHub 上で編集していくときに、もうコードがずらっと並んでて、僕とか、僕たち2年生と3年生で活動してるんですけど、ちょっと2年生に先を行かれるっていう、ちょっと3年生は置いてけぼりな状態でした。まあ、そのコードが並んでるときに、まあ、いち早く見つけたいっていうときに、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、コントロールかコマンドプラス F でワードを探して、そこに、その本家のサイトの英語と僕たちが翻訳してきた日本語をそれを入れ替えていくっていう作業をしていきました。で、まあ、今回 Google Chrome を使ってみんなやってきたんですけど、このお疲れ様です。Google Chrome を使っていくと、デベロッパーツールといって、本来の途中画像が正しく表示されないときがあって、何が間違っているのかっていうのを本家のサイトと自分たちのサイトを見比べるときに、このデベロッパーツールっていうのを使って、問題点を洗い出していきました。それで、これが僕たちの作ったサイトになります。日本語版ページです。で、ここにちゃんとユースマッパーズ。おお、入った。そこに入れたか。ドロンバード。はい、あ、古橋デミのロゴですね。あと、ここも全部。本当に画像の埋め込みが大変で、ちょっと3年生は本当にお手上げでした。で、こんな感じで。僕たちは、一応日本語版のページを作ることができて、これからプルリクエストを送る形になるので、まあ、まだ一応形にはできたので、ここからプルリクエストを送って、正式なページと、ホームページとして。で、これですね、これが今回のハッカソンの前に僕たちが、一行一行を全部和訳してきたので、これを日本語ページに埋め込んできました。っていう形です。他に何かメンバーから言いたい人がいれば。ページの新しく作った日本語ページの下にユースマッパーズと古橋ラボのロゴを入れたんですけど、これはまだCSS 使ってないんで左に寄っちゃって、寄せちゃった。なるほど、はい、空白だけを使ってる状態なんで、今 CSS をうまく利用して真ん中に来るように頑張ってるところです。なるほど。じゃあそれができたら、それでとりあえずプルリク送って、はい、ロゴが追加されればラッキーだし、向こうの判断で、ね、消される可能性もあるから、ちょっとそこはまあこれはこれで残しておい、まあ、おこうというような感じで、いずれにしても、ね、本家には、そこのロゴの位置の修正が終わったらもうプルリク送るっていう流れで良さそうかな。はい、はい、でもなんとかちゃんと形になったね。間に合った。素晴らしい。割とだから、GitHub 使うチームが多かったので、それなりにみんなプロリクだったり、編集だったりで、
経験値が積まれてきて、だんだん横にこう、まあ、今回2年生3年生チームだけど、やっぱりね、地球の学生でここまでできるってなかなかまだいないけど、でもやっぱり早めに慣れておけばすごく後々使い勝手が良くなるし、あ、こんな簡単に、ね、許諾ミッシングマップスとかマップスワイプのメンバーともちろん仲良くやってんだけど、日本語版作るけどいいみたいなことを了承取らなくても勝手に作れるわけで、作ってこんなの作ったんだからどうっていうふうに送ってあげるとか、向こうもストレスなく反応できるので、そういう意味で言うと、まあ、こういうやり方を一回覚えてしまえば、まあ、同じようなやり方どんどんミッシングマップスも昔あれだよね、基礎ゼミで、大場啓太に、ミッシングマップスの日本語ポスターとか作ってもらったんだけど、そういうのも、ガンガンやっぱ本家に返していくってことが大事かなと思ってます。他なんかチームとか他の人からコメントどうですか？大丈夫ですか？大丈夫、はい、はいはい、じゃあお疲れ様でした。はい、次、SY77676 って誰だ？アカウント名しか本名がないからなんだか分かんないけど。俺です。お、誰だ？俺って誰だ？ヨダです。ああ、ヨダ、ヨダか。ヨダか。はいはい。気づかなかった。じゃあ、準備を。ヨダ、まあ、順番で言うとヨダ、その後スペースアップス。で、キャンキャンカンダ。カンダか。え、先。やってていいっす。はい、いいです。ヨダ、はい、ヨダが次です。ああ、ちょっと待って、俺、なんか準備、時間かかりそう。かかりそう。ああ、次、先やっててください、1個。じゃあ、スペースアップス先行っちゃいますか？あ、はい。はい、じゃあ、スペースアップス先に。やっぱりそれなりにみんなハッカソンらしく手を動かしてそこそこちゃんとアウトプットまで行き着いてるっていうのは素晴らしいね。ちなみに、今ほぼ雑談タイムだけど、各チームで、何にもコミットしなかった学生が出てきたチームっている？その辺後で、実名上げなくていいのでいるかいないかだけ教えてもらえば、チャットでもいいので、いたら後でフラッシュに連絡してもらえば楽しい楽しい一人ハッカソンの課題を出しておきます。特にチャットには何その情報流れてこない。スラックにもうないね。お、来た、はい、画面見えてます。あ、見えてます。はい、見えてます。おっと、はい。行きます。いいですか？はい、ちょっと待って、ちょっと待って。行きます。はい、はい、3、2、1、スタート。スペースアップス COVID-19 チャレンジっていうことで、焼きなりデザインを考えて、宇宙キャラベンを作るってことで、やりました。まず、スペースアップスチャレンジっていうのは何かっていうと、なんかすごい画面がね、ずれてるね。なんだこれ？ iPad これ？あ、そうっす。iPad 上では今、問題なく見えてる。あ、今見えた、見えた、見えました。はい。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。NASA とか JAXA が公開するデータを使って、アプリを開発するっていうハッカソンイベントになるんですけど、これは世界各国複数の都市で同時に毎年やってて、今回は、やべ。コロナがあったんで、バーチャルハッカソンでオンライン開催ということになってます。で、テーマが新型コロナウイルス抑制っていうテーマで、で、今回僕たちがやったのは簡単に宇宙キャラベンを作るデータセット作成っていうやつで、NASA とか JAXA が公開している 3D データ、人工衛星とかスペースシャトルとか宇宙飛行士とかの 3D データがなんか、NASA が公開しているポータルにいっぱいあるんですけど、そこにあるデータをもとに、焼きのりにデザインをして、で、コロナのせいで家に引きこもっているような子どもたちでも、
宇宙に簡単にでも興味を持ってもらいたいっていうことでやりました。で今回は NASA の方の公開しているポータルから2つ選んでやったんですけど、僕がなんか、なんだっけ、ヘシレスっていう人工衛星と、で、ババが SLS ブロック1っていうスペースシャトルのデータをもとにデザインしました。で、これが、ババのやつなんで、ちょっとババに、変われる?はいはい。説明は、はい。まあ、今回は、レーザーカッターに落とし込むっていうことで、まあ、それのために、イラストレーターかインクスケープを使わないといけないっていう感じで、で僕はたまたまそのイラストレーター持ってたんで、それを使いました。で、まあ、今回その NASA の公開データから引っ張って、そのスペースランチシステムブロック1っていう、打ち上げロケットの 3D データを、落とし込んで、でそれをこ うまく 2D 化してイラストレーターでこうベジ曲線でこう輪郭とかを取りつつやりましたって感じです。で細かく言うと、まあ、ちょっとさらっと調べただけなんですけど、ベジ曲線を引くときの 線幅が 0.1 ポイントとかの方がいいっていう、まあ、全然ちゃんと調べてないんで分かんないですけど、さらっと見たんで 0.1 にしときました。であと線も分かりやすく赤にして、で画像のトレースをプリセット6色変換にすることによってこううまい具合に書きやすくして、で保存するときは SVG 形式で、保存してちゃんとレーザーカッターの方にいけるようにしました。で下に今日、元の画像からのトレースって手でやったんじゃなくて、イラストレーターのトレース機能で変換したっていう理解になってる。あ、そうです。はい、OK です。はい、了解です。で、ベジ曲線だけ自分でやってって感じです。はい、細かな修正を手で入れた。はい。はい、OK です。って感じです。はい。ありがとうございます。で、僕は、このヘシレスっていう NASA の人工衛星で、で、そのポータルからその 3D 形式のモデルをダウンロードして、で、この画像を僕はイラストレーターじゃなくてインクスペースっていうなんか無料のやつでやったんですけど、で、あれ、そこに画像貼って、で、パスメニューとかからビットマップをトレースっていうやつを選択してからなんか一応検出ってやると、こういう風に左のやつみたいになんか簡単な感じで出るんで、でこれ結構アウトラインは結構わかりやすいんですけど、中の方がちょっと最終的にノリにデザインするんでちょっと複雑だったんで、このパス、この四角い点みたいな、これがいっぱいある状態になってるんで、簡略化ってやつを何回かやって、点を減らす感じにして、でも最終的にこの、結構シンプルになったかなっていう感じなんですけど、いやでも結構最後、シンプルになった感じするんですけど、ちょっとまだ中の方が、ノリに、カッティングするにはまだちょっと複雑なんで、ちょっと、これ全部自動のトレースなんで、後からちょっと、そのベジ曲線とかで
手動でトレースして調整していこうかなっていう感じです。はい。イベント自体は5月の30と31なんで、まだちょっとあるんで、そこまでに、今回この2種類しか作ってないんで、もうちょっとバリエーションを増やしたりして、精度を上げていこうかなと思います。以上です。はい。よいしょ。2分ぐらいオーバーだったけど、まあ、そうそう。だから2人とも基本、いられなり、インクスケープなりで、もともと画像、に1回、まあ、3D モデルを使ったにしても、一旦30ギガから20ギガに落とすのに、画像にして、そこから、まあ、ラスターベクター変換と呼ばれる、自動トレース機能を使って、シンプルな線にしていくっていうプロセスで、まあ、試行錯誤しているっていう状態ですね。で、まあ、基本的な流れはこれでいいと思うのと、あとやっぱりどれだけそれこれをね、まあ、焼き海苔だから基本、海苔の文化の特に弁当文化で海苔文化があるって日本だけなんだけど、まあ、どこまで外国人受けするかは別にしても、これをこうレーザーカッターでカッティングしたらどこまでこう宇宙好きの子供がグッとくるかっていうところはちょっとやってみて考えたいなというふうに思います。なので、まあ今回のデータをちょっと試しながらレーザー加工機も、研究室にまだ組み立て中のやつがあるけど、簡易的なものをこの前家に持ってきたので、ちょっとそれも試してみようかなと思っていますが、まあ、月末までにもうちょっとパターン作って、作業プロセスをシンプルにしたいなとも思っています。で、あともう一個、今日多分ギリギリで教えたんだけど、この SVG のデータに最終的にするっていうのが結構重要で、 SVG にするとレーザー加工機でそのレーザーで切る線なりを制御できるっていうツールに受け渡せるんだけど、SVG のデータの置き場所どうするかっていうので、もちろん Google ドライブとか使ってもいいんだけど、まあ、せっかくなので GitHub でレポジトリでっていうような話になった時に、まあ、レポジトリまでた準備するの大変な場合には GIST っていうやり方があって、その GIST にとりあえず SVG 置いとけばいつでもダウンロードできるようになるよというので、2人とも最初ギリギリ GIST にアップロードまでできたっていうところは結構、なんやかんや間に合わせたなっていう安心感かなと思ってます。まあ、ちょっとしたこういうデータのやり取りに関しては、その GIST っていう機能、多分、空間情報システム入門1の、学生には確か教えたはずなので、それを思い出した人もいるかもしれないけど、あれです。はい、なので、GitHub 使うときの一つのツールとして、ちょっとしたデータの置き場所に GIST っていうのを使えるよっていうことも覚えておくといいかなと思います。はい。じゃあ、ひとまずこんな感じで、他何か質問とかコメントありますか？大丈夫、はい。やっぱりあれだな、iPad でプレゼンをするって Zoom のいいとこだよな。ちょっと多少ノイズがあったけど、まあ、じゃあ日が、ヨダ準備は大丈夫そう？はい、やります。ちょっと待って。画面共有を。はい、やります、やります。はい、なんかこれでいいや。これでいいや。なんか、はい、僕たちマップボックス班は多分。ちょっと待って。もういいの、初めて。あ、はい。始めます。3、2、1、スタート。僕たちマップボックス班は、なんか最初何やるか分かんないから怖いとか言ってめちゃくちゃダダこねてたんですけど、多分これが一番のハッカさんの当たりのグループで、当たりというの当たりっていうか作業量が多分めちゃくちゃ少なくて、やったのがそのなんかこのマップスボックスのなんとかストリーツ V8 の最終チェック作業みたいな感じで、なんか53ページくらいあるこのマップボックスストリート V8 っていう、なんかそのまあこれがどういうものなのかっていうのが説明された、なんかオペレーションの内容のが記されてるなんか記事の添削作業をやれって言われたので、まあ、53ページあったので、まあ、単純に割る算して3人で分担して、まあ、作業を行ったんですけど、まあ、実際そんなに直すところもなく、おのおので合計で添削箇所が10箇所くらいあったくらい、あとなんか句読点の位置がずれてたり、なんか句読点の位置が微妙だったりとか、そういう簡単な部分を直したぐらいで、特にやることもなくささっと終わっちゃってんですけど、まあ、確かにここにもミディウムに書いてあるんですけど、このまあ
専門用語とかが多くて、まあ、そういうことが、あ、これは間違ってるのが専門用語なのかっていうのを自分の中で一回一回落とし込んで調べたりする作業があったんで、まあ、そういう段階での新しい学びがあったかなっていうのもあるんです、まあありました。うん、どうして先生、以上です俺は。あとやっぱりあれね、 Google ドキュメントのその、提案モードをちゃんと使いこなすってことね。実質的なところではそこをちゃんとできないと逆に迷惑になってしまうっていうところもあるので、きちんとこう誰がどういうふうに修正したのかっていうことと、あと古橋も、バックアップで入ってみたけど、やっぱり専門用語の使い方のところで、他者はこういう言葉を使ってるけどこっちはどうするのかなみたいなところも含めた、やっぱり用語を知らないとこういう作業ってやりにくい。そこはやっぱりある程度の知識量とセットで、誰でもできる作業かって言われると、まず英語のあれでしょ、ちょっと若干英語の、なんだスペルミスもあったりとかも含めて、英語も分かんないといけないし、日本語もチェックできないといけないし、かつ専門用語もチェックできないといけないし、 Google ドキュメントの、提案モードもちゃんと使いこなさなきゃいけない。だから簡単だったようでいて、実はいや求められてることは結構高度で、かつ結構日本用に、まあ、アレンジというかマップボックスが使いやすくなってきているっていうところで、特に前例のデータをどういうふうにマージしてるのかっていうようなことも含めた、マップボックスの使い方を理解する上で重要なドキュメントなので、今後出てきたキーワードが あのキーワードって結局こうなのかみたいな、結構このゼミでもマップボックスをこれからもガンガン使っていく予定なので、今回のこう経験っていうのは単にやっただけっていうよりも、その中に書いてあったことが今後どう生かされるかってところは結構重要かなと思って、まあ、タイミングもよくね、MacBox さんからちょっと手伝ってっていう感じで言われたので、いいタイミングで、みんなにジョインしてもらいました。他のメンバーとかからコメントとかありますか？特になし。まあ、ない、ないかしら。まあ、グラデコも、うん、もう多分、そうか、そろそろ公開されたはずだよね。ちょっと確認して、それも含めて、はい、やります。はい、じゃあお疲れさんでした。お疲れ様に。これで全チーム終わったかな？はい、多分。ですね。おし、はい、じゃあ、お疲れ様でした。ざっと、まあ、総評というか、2回目で、前回とは少しまた違った内容なのと、割とやっぱり GitHub を使うチームは今回はちょっと多かったので、そのあたりの基礎的なところとか、初めてのプルリクエストも含めて、あと、グラレコチームもそれなりに悩んで、どうやったらいいのかっていうところで、それなりのスキルの底上げにはなったかなと思ってます。はい。でまあ、今回の課題も含めて、あとやり残したところとかいっぱいあるので、前回、今回と、まあ、なるべくバラエティに飛んで、みんながある程度、多少はやっぱりそれなりに手を動かさないと終わらないけど、それでも やることによって、やっぱり次のステップ、作業効率も上がるし、スキルもつくし、その中で共有して、どん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 また学生同士で教え合うというような場を作っていきたいなと思っているので、まあ、今のところ、ね、オンライン授業も始まったから、先月ほどがっつりは動けなかったと思うけど、まあ、1週間あれば、まあ、そこそこね、結局おとといぐらいから本気出すチームとか、昨日から一気にやりだしたチームもいたと思うんだけど、まあ、このぐらいのペースで、やっていくのはやっぱりありかなと思ってます。あと、一つ感じたのは、やっぱりオンライン授業も同時並行で結構課題も多そうだから、そこのあたりのフォローアップをどうしようかなっていうところでは、まあ、ある程度こっちの方であのサポートもしたつもりではあるんですけど、さじ加減はまだ読み切れてないところがあるので、まあ、うまくチームで分散しながら、なんだ、作業分担して一人で抱えないようにすれば、まあまあこのやり方でいけるかなとも思っていますが、何かあればスラックとかで、このやり方はもう来月はきついですみたいなことがあれば多少はフォロー考えます。で来月は、前回も議論した通りで、古橋からの課題じゃなくて今度自分たちで課題を設定するっていうのを、提案されたので、
来月のハッカソンちょっといつにするか、まあ、前半ぐらいがいいかなと思ってんだけど、ちょっとそこのタイミングを見て、また1週間で、今度は、まあ、ある程度古橋からもネタは出しておくけど、基本学生自身でこうチーム作って考えてもらうという形にしようかなと思っています。基本あれかな、とはいえサークルごとがいいかな、ベースとしてサークルベースでやるのが基本で、それ以外にちょっと独自にやりたいものがあれば、そこから分かれて勝手にチーム作るみたいな形にしようかな。どうですかその辺、サークルをベースにしてチーム編成して学生たちが課題を自分たちで考えていくっていうやり方か、もうサークル関係なく今までみたいに結果としてはこのチームサークルと連携してるよねみたいな形になるのか、まあ、ユースマップとかそうだと思うんだけど、普段の活動で、まあ、ドローもそうだけど、普段の活動でやり残してることをハッカソンで一気にやっちゃうみたいなやり方がありかなというところでは、一旦サークルベースで動いて、でそうすると、ね、手法とかにも結局流用できるから、ほとんど、その辺は、負荷が減るんじゃないかなとも思っています。なんかその辺コメントある学生側から。来月の、オンラインハッカソンは、サークルベースでやるべきか、ゼロスタートでみんな好き勝手に、本当のリアルハッカソン的な感じで、普通のハッカソンって大体チーミングとかアイディア出しからやるんだけど、そういうことも含めてスタートしたいか。サークル別がいいです。サークル別がいい。はい、やっぱなんとなくそんな感じだよね。俺も、やっぱりはい、他。ちょっとも動きなし。あ、サークルで大丈夫です。やっぱり、はい、OK。じゃあ、来月のハッカソンは、サークルごとに自分たちで課題を設定して、それを1週間以内にクリアするみたいな形で、割とこう普段のサークル活動を手を動かす場にしましょうか。で、どうしても課題が見つからないっていうチームは、古橋がサポートで課題を出します。なので、そこのあたりは、適宜相談してください。はい、じゃあ、いいかな。じゃあ、あと残り時間パパッと使って、各サークルの手法のチェックをして、終わりにしましょうか。大体、まあ、あのハッカソンと同時並行だから、内容もかぶってくると思うので、パッと上から順に行っちゃうか。これは、この辺はあれか。今、紹介していない話で、サークル活動系で、パッと。この辺はいいだよね。テデックス AGU 報告いくか。テデックス AGU これかな。吉田鈴鹿優。はい。じゃあテデックス AGU 報告をお願いします。はい。あ、ごめん。今俺画面共有してなかったっけ。失礼。俺の古橋が画面共有します。なので、はい。大丈夫です。失礼。共有してたつもりが。これで、はい。これが、誰が登壇するってタイトルでね。はい。そうです。はい。今回、あ、前回、その誰がスピーカーとして登壇してくださるのかっていうのを、全員、メンバー全員で出したんですけど、結局、皆さんやっぱり一人一人推しがいるので、全然決まらなくて。で、まあ、もう一回ブラッシュアップしようということで、今回のテーマがリピートなんですけど、もう一回その意味を一人ずつ再確認して、改めて2、3人出してた人は一人に絞るとかっていうのをしてたんですけど、やっぱり結局多くなっちゃって、うんうん、でも一人一人の推しを出してるので、それを誰かが批判することも難しくて、だったら、じゃあスピーカーチームっていうのがせっかく作ってあるので、少人数規模のスピーカーを決めるためのチームをせっかく決めたので、そこで皆さんが出してくれた人を細かく細かく今回のテーマに沿うかっていうのを決めようという話になりました。で、スピーカーチームがオファーのメールを送るということも決まりました。で、もう一つが、今テレックス青山学院 U っていう名前になってるんですけど、もともとテレックス AGU だったので、ライセンスを他の方に取られてしまったので、それを
で、ウェブサイトはそのままテレックス AGU のままなので、テレックス青山学院 U に書き換えるかどうかっていう話し合いをしたんですけど、古橋先生とも、リーダーの太田桐沙、エリクゼミの太田桐沙とお話し合いをして、やっぱテレックス AGU に戻そうということになって、ウェブサイトはそのままにしました。で、このなぜウェブサイトをこんなに急務で編集しようかっていうのは、まあ、オファーのメールを一人一人に送るにあたって、一つのメールがすごく長くなってしまうので、ウェブサイトを見ていただけるだけで、リビートについて理解してもらうっていうの意味で、ウェブサイトを一回ブラッシュアップするという考えにたどり着きました。で、次回は、ミーティングのために、またスピーカーチームで集まったり、SNS チームで集まったりして、本格的に動いていこうかなっていう話し合いをして終わりました。以上です。はい、了解です。で、グラレコはこんな感じというところで。なので、そう、代表の大滝とも話したんだけど、そう、過去をちゃんと知った上で、まあ、ドメインっていうすごく大事な概念もどう継承するかっていうのがあるし、テレックス青山学院 U ってやっぱ文字数多いから、いろいろ収まり、このグラレコもね、文字数多いし、ハッシュタグでも使いにくいし、なので、なんか、後ろで、アレックスが喋ってる。はい。まあ、そのあたりのドメインの中では、トルコに取られちゃったテレックス AGU の、ライセンスをもう一回取り直すという方向の方がやっぱりいいし、やっぱり1回目、2回目に協力してくれた人たちに対しても、やっぱりきちんと継承して、我々のチームは一つの流れで、1回目から3回、まあ、次の3回目に向けて、まあ、今までの流れをきちんと追ってるってことを表現した方が絶対いいので、そのあたりはすごくブランディングとして大事なので、じっくり話をしながらも急いでちょっとそこやりましょう。多分来月、今週末のミーティングはなるべくフラッシュも顔出します。じゃあ、次、あとは、横ゼブはなんかサウナの話って続きあるんだっけ。横ゼブサウナの次、ない。空間デザイン部か。空間デザイン部お願いします。はい、空間デザイン部と今週は建築から空間デザインを考えようっていうことで、まあ、それぞれ各自自分の好きな建築物だったり建築家だったりを調べてきて、まあ、その中から空間デザインってこういうことだよねっていう話をしました。まあ、いろんなのが上がったんですけど、下の方を見ていただいて、一番最後のグラレコを見ていただけると、まあなんか建築家って、まあやっぱりそれぞれ好きな建築家がいて、でなんか全く全然いびつなデザインの人が、いびつなデザインを好む学生もいれば、なんかもう本当にレスイズモアな感じでシンプルイズベストっていうのを選ぶ学生もいたりとか、まあ、はたまたユーザビリティを意識したデザインっていうのが一番いいんじゃないかっていうふうに考える人もいて、なんかそれぞれにニーズがあって、なんか一つじゃないんだなっていうのを改めて感じました。なんかこれっていうふうに定義付けっていうのが簡単にはいかないなっていうふうにすごく感じました。で、今後の目標がもう完全に決まって、そのテレックス AGU の空間デザインを行うっていう方向に決まったので、来週から、空間デザインのイベントはもうちょっと終わってて、次はその実際にどうやってやっていくかっていう部分にもう話を進めていこうかなというふうに話し合っております。
以上です。はい、場所ってまだテレックス AGU の方との調整だと思うんだけど、あのなんか候補が2つあるっていうふうに聞いていて、ね、うん、ちょっとそれによってもなんか変わってくるかな。そうそう、規模感も違うから、うん、でまずね、場所の会場の予約も含めてっていうところもあるけど、はい、まあそういう意味で言うと今できることってその、2つの会場のスケール感を理解した上で、うん、どっちでも、まあ、ある程度対応できるようなことを意識しておくっていうのと、はい、あと多分コストだよね。いかにコストをなんやかんや抑えて実現できるか、はい、だからプラス施工のスケジュールが半日とか長くて1日しかない、それですぐに準備ができるのか、で逆に終わったイベント終わった後の撤収も素早くできるのか、そのあたりを合理的に考えた上でデザインしていくって必要があるので、はい、そういうのを、まあ、視野を広げていくっていう意味ではこういろんな建築、まあ、建築家なら建築家のやり方を見ていくとか好みを見ていくというのは大事だとは思います、はい、ありがとうございます、はい、空間デザイン部でコメントとかあれば、 もしくはテレックス AGU でもいいけど、舞台特になし、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、あと、ものづくり部があってね、ものづくりフュージョン360、はいはい、どうすか、まあちょっとざっと使ってみてください。今回は前回ティンカーキャドを使って、ティンカーキャドだね、うん、はい、で今回はそのフュージョン360を使ってみようっていう感じだったんですけど、ちょっとあのハッカソンとあの同時並行でやる分にはだいぶしんどい感じがあって、うん、最初に書いたのはその今フュージョン360が新型コロナウイルスの影響っていうことでその拡張アクセスを無料で、なるほど、あ、そうなんだ、始めてますよっていう紹介と、であとまあその下からまあ僕と神田くんが、まあ、各々やったやつなんですけど、ちょっとまず僕のから言うと、まあ、結果から言うと、完成しなくて、うん、マスクを作ってたんですけど、なんかこう、あともうちょっとのとこでうまくこう操作が効かなくて、どうしようかどうしようかって考えてたら、ちょっとハッカソンも来てたんで、なるほど、感じで諦めました。やろうとしたことは2つの面を作って、その2つの面を自動的に、つなげるエンベロープみたいな形でつなげて、上と下をこう、うん、滑らかに、そうですそうです、やりたかったってことでね、からちょっとなんかうまく、なるほどね、くっつかなくてみたいな。 OKOK、 でもこんな報告でいいです。逆に言うと、ここまでこういうチャレンジをしようとして、ここまでいったけどこれ以上うまくいかなかったっていうだけでも実は価値のある情報なので、はい、そこでこうやったらいいんじゃないのみたいなことって、また誰かが教えてくれたり、自分で答え見つけたりっていうところの、まず最初のステップとして十分なので、OK です。で、あと、シンカーキャットの次にフュージョン360って形で、今度、複数のキャドの使い方というか、やっぱりシンカーキャットっていかに簡単に作られてるかっていうのは分かるでしょ。あ、そうです、うん。なので、機能がたくさんあるからいいのかっていうと、そうじゃなくて、機能がたくさんあるから高度なことをやれる反面、パッと使いたいときに使いやすいかっていうと、そうじゃない、というところの使い分けをやっぱりできれば、すべてを、まあ、iPad の方でアプリもあったんですけど、うんうん、そっちはなんかあんまりうまくこう作る分には機能しなかったかなっていう感じがあって。なるほど。で、はい、じゃあ次はこれ神田が作ったドアオープナー。あ、そうです。はい、今日はその、まあ、ドアオープナーっていうのはこの実際に手を触れずにこうドアを開ける用のもので、その新型コロナウイルスの影響でそれもこうちょっと有名になってきたものかと思うんですけど、まあ、なんか神田の方はなんかうまい具合にいってるみたいでって感じです。はい、でグラリコです。了解です。はい、でやっぱりまあそうそう、この比較ね、うん、ただやっぱりできるレベルが違うっていうか、フィージョン360の高機能ではあるので、そこの 3D 化をどうやるのかって、ちょっとこっちもあのいろいろいじりながら、やってみようかな。はい、というところですね。 OK です。はい、
とうございます。はい。他あと、ハッカソン以外でコメント、グラレコ、これグラレコ部手法か。これあれか。これは、ゼミのグラレコのやつか。そうです。はい。なんかじゃあ、平沢コメント。とりあえず最初に載せてるグラレコが、ちょっと下手くそなんですけど、先週のゼミ。うん、あれ大丈夫ですか声。大丈夫です。うん。なんか途切れ途切れだけど、なんとか聞こえてます。あ、はい。ゼミのやつで、で、僕、今回、人の顔、うんうん、ついちょっとフォーカスしたものをちょっと取り上げました。あ、それは、とは別に下にあるんですけど、うん、なんかURL をこの記事を参考にしてっていうふうに、ちょっとホームページ、ノートの記事かなを、グラレコの人が、書いてたのを乗っけて、まあ、ここ貼っといたんで、それを参考にして書いたんですけど、なんかこう、髪型と輪郭で、こう、人って表現できるよ、みたいな、記事を書いてて。これね、はい。で、一応そこにある、なんかこう、1分で書けるっていうので、僕もやってみたんで、全く同じものを書いたというか、まあ、その練習で書いたんですけど、あ、それですね。これ、うん。で、あと髪型でこう描けるみたいな。まあ、SNS のアバター作るのかね。そうですね。これだけで結構なんか結構バリエーションって増えるのかなと思って。うん、っていうのもやっぱりグラレコってやっぱり人を描くことがまあほぼ毎回あるので、やっぱりこのバリエーションがあった方がいいのかなっていうのと、あと僕が多分グラレコ初心者なので、なんかこう初心者なりにこうどっから手をつけていいかなって分からない人のこう手助けというか、何かきっかけになればいいかなと思ってこの記事書きました。なるほど。で、なんかこう、なんかすごい下手くそなんですけど、なんか髪型書くときは、こう髪の毛とかひげから書くと、こうなんか割りかちうまくいくというか、うんうん、なんか本当にまだまだ全然なんですけど。平沢はこれペンは何使ってるの？なんだっけ。ブロッキー。あ、そうです、そうです、そうです。なんか、もうちょっと、やっぱり、丁寧にプロッキーのペンを持って、丁寧に書くっていう癖をつけるだけでも、また劇的に変わりそうな感じなので、そのセットじゃないかな。線の書き方の、こう、なんていうのかな。不慣れ感がすごい伝わるので。はい、うん。ペン先を使いこなすタイミングが来たら、多分一気に。ね、目とかさ、こう、ペンが薄れてたりとか、うんうんうん、その辺は、秋学期にいつもグラグリットの和田さんに指導してもらってるけど、そのだけで動画とかもあるから、はい、それも含めて、多分練習すると、多分劇的に、ここから、この先が多分劇的に変わってくるんじゃないかなと思います。はい。はい。OK。あ、でも俺もちょっと顔を練習してみよう。はい。はい。以上です。こんな感じかな。あと他今、ハッカソンと各手法で、これあれでしょ？これあれコブ。アンボ、ガチャブック、これあれか。これもハッカソンでしょ、ハッカソン。大体そんなもんかな？ドローン、ブリビートン。はい。OK。じゃあ、ちょっと長くなりましたが、6時半過ぎたので、ここまでにしましょうか。来週はまた、いつものゼミに戻ります。なので、次回の、6月のハッカソンはいつにするかちょっとまた調整しましょう。あと、なんだ。連絡事項的には、特には今のところはないかなと。地球社会共生学校の G スイーツの件はもうほぼほぼ、準備ができたので、また学生に共有しますが、古橋ハッカソンとしてはもうほぼゴールに近づいた感じです。何か質問とかなければこれで終わりにしますが、大丈夫ですか？いや、古橋先生、はいよ。俺ノーマンズスカイ買ったんすよ。おお、はい、ノーマンズスカイ。いや、あれすごいっすわ。ほう、もう何でもできる。もうなんかやってほしい先生もあれ。なるほど。ちょっと一緒に語る人が誰もいなくて悲しい今。
そういえば位置情報ゲーム部は今日今週報告が上がってないのは平沢がサボった。全部平沢にまとまってます。平沢に投げてるのに返信もくれないし。あれ俺中古俺だっけ。そんなに平沢が集中攻撃されたの。いや平沢に何回もお願いできますかって言ったら、あこれやればいいのとかいう返信も来てたじゃんないかお前。まあいいや、はい。じゃあそこは、はい、あの後で調整して。まあ、他は大丈夫。はい。なので、じゃあ、ノマズスカイは次回のハッカソンでネタにできそう。位置情報ゲームとし部としてやる感じ。いや、ちょっと全然、なんか、まだやったばっかなんで分かんない。はい。まあ、じゃあ、いろいろいじっていけるかどうかの判断も含めて。他、なんか最近の、あれ、ユノはまあ聞いてんの？ユノ、OG 参加で聞いてれば。ユナ、まだ聞いてんのかな？ユナ、帰っちゃった？ユナ、一期生。いや、今、LINE は聞いてますよ。あ、いた。なんか、ユナにサウナの話するから、聞いてればって言ったら、サウナの話しなくて。今回、横ゼブなかったね。泣いたって言って。泣いてます。まあ、でも、とりあえず、なんだ。夏合宿は多分、サウナ横付けで、横ゼの川で。激アツっすね。うん、激アツい。今ユーナがやりたすぎるって言うから、二言マーガーで二人で、二子玉で二人でやるかって言ったら嫌だって言われた。ユーナだから、あれで社会人参加で横ゼブに入れば、もう今、はい、がっつりサウナ系で動き始めてるから。マジっすか、うん、すごいですね。ちょっと考えておきます。時期が合えば。はい、了解です。なので、はい、あの今ちなみに今喋ってるのは一期生の、浦島ゼミの一期生で、卒論は、日本全国のラーメン二郎マップを全部オープンするマップに入力して、データベース構築した渡辺優奈です。はい。はい、あの無事社会人になり。働いてます。でももう、まだ、なんだ、テレワークじゃなくてもうリアル仕事してる感じ。ああ、まだリモートで部屋で仕事してます。うん、なるほどね。嘘つくね。はい、仕事してるふりだろ。スマブラ居眠り女、お前。うるせえな。こいつは。マジで、リモート全然集中できないんで。うん、まあ、それもわかるし、うん、まあ、青学が今、全授業リモートだから。いやー、やばいですよね。なんか、コースパワーが、ツイッターのトレンドに乗ったみたいな、そうニュース見ました。ニュースっていうか、タイムラインで流れてきました。うん、周りと古橋研究室が、ちょっと、みんなから。なんか過激にやりすぎてんじゃねえかみたいな。まあまあ過激なんですか。過激なちょっともう、まあ、それ以上のことは今 Facebook ライブで中継中なんであんまり言わないですけどまあやっぱりね、いや学生にとって一番いい授業って何かって考えるとね、はい、少なくともコースパワーじゃないんじゃないのっていう意見は結構な人は持っているし、はい、うん、まあ、そういうところでちょっとやっぱなるべく学生にとっていいツールをきちんと提供したいと俺は思ってるので、あそういう意味で、まあね、昔からズームがっつり使ってた研究室として、はい、はいはいはい、ね、ズームむしろ当たり前でこれからズームを含めて何使っていくかっていうので、うんうんうん、いろいろ考えてる、まあ、あの合宿はそういう意味であのいつでも OB OG 参加ウェルカムなので、はいはい、参加入りに来てください。入り行きます、はい、ありがとうございます。はい、はい、行きます。はい、じゃあそんな感じでこう一期生も参加したことだし、こんな感じで、ひとまず終わりにしましょう。じゃあまた来週はいつものように来週は普通に、ゼミとして、Zoom でやりますので、また、各サークルの手法を準備をお願いします。お疲れ様でした。じゃあ終了、あでポチッとなと。Thank you.